どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、北関東ブロック、群馬、栃木、茨城の2020年度の問1から問10までの解説を始めていきたいと思いますので、過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問1番です。次の記述は、医薬品医療機器等法の目的に関する記述である。カッコ何入るべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちらはですね、答えは1番が正解となります。はい、では、穴埋めのところ、皆さん大丈夫でしょうか？特にここはですね、法第1条に関する、薬機法のですね、第1条に関する内容となります。ここはですね、よく試験に出てきますので、全国的にもよく出てくる内容となります。なので今回ここの穴埋めのところももちろん出ますし、それからそれ以外のところもですね、よく出てきます。特にですね、1行目から2行目のところの品質有効性、それから及び安全性というところもですね、大事なところとなりますし、あとはですね、3行目のところに書いてあります、指定薬物とかっていうところもですね、穴埋めで聞かれてきたりもしますので、このようなところですね、しっかりと押さえるようにしておきましょう。はい、ということで、問1番、1番が正解となりました。はい、では次、問2番に行きます。日本薬局法に関する以下、次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちらはですね、全部正解の5番となります。はい。ということで、日本薬局法、日局はということで、厚生労働大臣が、A のとこですね、A のとこですよ。大臣が薬事食品衛生審議会の意見を聞いて定めたものですよ、ということで、ここの大臣を他のね、方に引っ掛けてきたりとか、あとは薬事食品衛生審議会もまた別のところに引っ掛けてきたりしますので、こういったところ気をつけてくださいね。はい。あとはですね、C のところに関しては、保険医療上重要な医薬品について必要な規格基準及び標準的試験法、このようなところもですね、しっかりとチェックしておきましょうね。はい、ということで問2は5番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問3番です。販売従事登録の申請に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、ということで答えは4番が正解となります。まず A ですね、この販売従事登録、前のホワイトボードにも少し書かせていただきました。はい、この販売従事登録というのは、登録販売者の試験に合格をした人がですね、お勤め先が決まったら、そこのお勤め先のところでですね、この一番最初、初回だけで大丈夫です。この販売従事登録というものを行っていただきます。で、そこでですね、どのようなものがいろいろ必要なのかとかね、そういったことがここにも書かれております。で、A ですね、販売従事登録を受けようとするものは、法に定める、による、申請書を、申請者の住所地の都道府県知事に提出しなければならないというところ、ごめんなさいね、ちょっといろいろ略させていただきました。で、ここどこが違うのかというと、申請者の住所地の知事に提出って言ってますよね。ここの申請者の住所地ではありません。じゃあ何かというと、その従事するね、これから働こうとするお店、その従事する店舗の所在地の知事に届け出を、提出をしなければならない、となりますので、なので A のところですね、申請者の住所地ではなく、従事する店舗の所在地の知事に提出しましょうというところになりますので、A は誤りです。はい、それから B は正解、C ですね。C は販売従事登録を受けようとするものは、申請書に運転免許証の写しではダメです。ね、何かというと、例えば、こちらはですね、運転免許証はダメなんですよ。何かというと、例えばですね、住民票の写しとか、そういったものですね、あとは戸籍謄本とか、戸籍証本とか、そういったものがですね、必要になりますので、C は誤りとなります。それから D ですね、販売従事登録を受けようとするものは、申請書に、視覚機能とか、聴覚機能とか、そういった、もの、あとは、精神機能の障害、
があるかないか、医師の診断書を添えなければならないとありますけど、はい、このあたりはですね、ちょっと違いますね。例えば、前半のところ、視覚機能とか聴覚機能とか、これは特に必要ございませんね。精神機能の障害とかね、あとは、中毒者じゃないかどうかとか、そういったところをですね、診断してもらいますので、なので、ね、視覚機能とかね、そういったところがね、誤りとなりますので、D は誤りです。ということで、問い3は4番が正解となりました。ここちょっと難しいですね。頑張りましょうね。はい、では次、問い4番に行きます。医薬品医療機等に照らして、医薬品の分類、取扱い等に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、問い4は全部正解の1番が正解となりました。はい、ここもですね、よく試験に出てきます。なので、ここ簡単なところなんですけど、引っかからないようにしておきましょうね。一度文章読んどいてください。はい、では次行きましょうか。では次、問い5番です。保健機能食品などの食品に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、問い5番は答えは2番が正解でした。2番が正解です。はい、こちらはですね、まず A。機能性表示食品。あ、まず、この食品に関するところ、ちょっとここに書かせていただきました。特別用途食品、特定保険用食品、それから栄養機能食品、それから機能性表示食品という4つの食品について皆さん気をつけなくちゃいけないことがいろいろありましたよね。はい、で、まあ、ここのところの踏まえて、まず A の機能性表示食品はですね、消費者庁長官の許可を受けた食品ですよ、と言ってます。で、これ違いますよね。消費者庁長官のね、消費者庁長官の許可を受けた食品というのはどれでしたっけ？皆さん大丈夫ですか？わかりますか？ね、これはですね、これですよね。特別用途食品と特定保険用食品。この二つが、この消費者庁長官の許可を受けた食品になりますよね。なので、マークがありましたよね。はい。だから、A は誤りとなります。はい。そして B と C、正解で、それから D。特定保険用食品、それから特別用途食品、そして機能性表示食品を総称して保険機能食品と言いますよと言ってるんですけど、これ違いますね。そうですよね。どこが違うかというと、これは特別用途食品は含みません。なので、栄養機能食品が含んできますから、だから、ここ、今書いてある、ここですね、今四角で囲ってるところ、この3つが、ここで言う保険機能食品というものになりますので、ここのところを十分に気をつけてくださいね。特別用途食品は含みませんので、この3つが保険機能食品になりますので、ここ注意しておきましょう。はい、ということで、問い5は2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い6番です。問い6番。次のうち、化粧品の効能効果の範囲として誤ってるものはどれかということで、はい、誤ってるのは4番が誤ってます。4番ですね。4番が誤ってます。で、これ1番2番3番5番がまあ正解なんですけど、この化粧品の効能効果の範囲って難しいですよね。これ別表のところにあるやつなんですよ。覚えるの結構大変です。で、でも、ここはですね、皆さん化粧品の定義っていうのをちゃんと確認しといていただきたいと思います。化粧品の定義というのは、例えば、皮膚とか毛髪とかそういったものをですね、健やかにしていく、そんなことが目的だったんですよね。はい、だから、そういったところでは皮膚とか、髪の毛とか、あとは唇とかそういったところがですね、健やかにすることを目的とするのがですね、この化粧品の効能効果の範囲に入ってきますから、そういったところを考えますと、口とか2と、あ、ごめんなさい、1番とか2番とか3番とか5番は、今、ね、皆さんのお伝えしたような、皮膚だったりとか、あとは髪の毛だったりとか、あとは口のあたりとか、そういったところにアプローチをしていきますよね。で、4番、新陳代謝盛んにする、嬉しいんですけど、で、新陳代謝っていうところでいきますと、確かにね、直接的に皮膚とかね、毛髪とかね、それから口のとことかには関係ないので、なので4番は誤り。そんな感じでね、導き出していただくといいかなと思います。はい、ということで、問い6は4番が正解でした。あ、ごめんなさい。4番が誤ってる記述ですね。はい。ということで、次行きましょう。問い7番です。次のうち、一般用医薬品及び要指導医薬品の法定表示事項として正しいものの組み合わせはどれかということで、はい。答えは2番が正解となります。で、まず A ですね。
製造番号または製造記号、まあここはね、大丈夫ですかね。でもたまに承認番号、承認記号とか引っ掛けてきますので気をつけましょうね。それから B ですね、製造業者の氏名または名称及び住所というところで、ここピピピピンと来てくださいね。これ製造業者じゃないんですよね。何かというと製造販売業者でしたね。製造販売業者となりますので、ここのところを気をつけておいてくださいね。はい、ということで B 誤り、そして C 正解、それから D 配置販売品目に関しては当たってはですね、配置専用、ま、これ違いますね。これ配置販売品目じゃなくて、これ、店舗専用の文字のやつがありましたよね。なので、店舗専用の文字は、ね、配置販売にはね、向かないようなものがね、該当していきますので、これ、配置専用とかっていうのが誤りとなりますから、D は誤りとなります。ここもう一度確認しておきましょう。ということで、問い7は2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い8番です。一般用医薬品のリスク区分に関する次の記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、答えは1番が正解となります。はい、 A と B 正解、そして C ですね。はい、第3類医薬品は第1類医薬品及び第2類医薬品に異なり、保険衛生上のリスクがなく副作用を認められない。そんなことはありません。副ね、リスクありますし副作用出てきますから C 誤り。それから D ですね、第2類医薬品はとかって書いてありますけど、これ記述はですね、第2類医薬品じゃなくて第3類医薬品の記述になりますのでね、ここのところは誤りとなります。ということで問い8は1番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い9番です。薬局における要指導医薬品または一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供などに関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、答えは2番が正解となります。はい、こちらはですね、B のみが違いますね。こちら、ですね、後半のところ、記載する必要はないよ。要は分割販売するときにはですね、名称とか記載する必要はないよとありますけど、記載してください。はい、ということで B は誤り、ということで問い9は2番が正解となりました。はい、そして最後です、行きましょう。問い10番です。店舗販売業に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、答えは5番が正解となります。5番ですね。はい、まず A、店舗販売業に従事する薬剤師は医薬品をあらかじめ小分けしと書いてありますけど、あらかじめ小分けすることは好ましくありませんでした。ね、前もって、1包とかね、2包とかそういったものをですね、前もって小分けしとく。ね、そういったことはダメ。お客さんの求めに応じてお渡しする、開封して販売していくのは OK なんですけど、あらかじめ小分けしていくのが誤りでしたので、A は誤り。そして B と C は正解。D ですね。D は店舗販売業の許可を受け、薬剤師が従事していれば薬局でなくても調剤を行うことができる。できないですね。調剤を行うことができるのは薬局じゃないとできませんので、薬剤師が従事していてもダメですから、はい、ここのところですね、誤りとなります。ということで、問い10は、5番が正解となりました。皆さん大丈夫だったでしょうか？できましたでしょうか？はい、ということで、ここですね、北関東ブロック、この3県になりました。なので以前はですね、北関東、それからあと甲信越のところがですね、一緒に、試験をやっておりましたので、過去問やる際にはですね、十分気をつけていただきたいなと思います。で、2020年度はですね、この北関東ブロック、甲信越は入らずに北関東ブロックとなっておりますので、このあたり十分に気をつけておきましょう。はい、ということでここまで動画いいなと思っていただいた方、ぜひぜひ LINE アートなどに、登録していただきますと、あ、下の概要欄のところにありますのでね、登録していただきますと、試験の情報、あとはですね、こうなんかいろんな質問とかもいろいろお受けしたいと思いますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、ということで本日も、動画をご利用いただきましてありがとうございました。